トワール様。昨日の続き、次はあなたの番よ。あなたがエトワールになって、エトワールにならなければ得られないものを手にするの。それは何ですか？自分で見つけなさい。それは決して一人では得られないものよ。どういう意味です？あれ？始まるわ。エトワール戦が始まるのね。怯えつつ震え
ねえ、たまおちゃん、私たちの部屋って花とか置いてもいいのかな？構いませんよ。鉢植えを置いてる子もいます。それいいね。そうですね、二人で水をやったり育つのを楽しみにしたり。よし、今度エトワール様の温室で何かもらってこようかな。いいえ。次回ストロベリーパニック決闘。いいえ、花は私が取り寄せますから。この番組はメディアファクトリーとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。